ソウルオブ南部美人、本日もリモート酒の会進めさせていただきます。株式会社南部美人常務取締役の久慈雄三でございます。営業課長をやっております平野と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に僕乾杯のお酒させていただいたこちらですね。カメラ向こうです。あ、こっち。プロデューサーがついてますので、はい、これブリージー、夏酒ブリージーと言います。なんで夏に飲んでほしいのか。はい、あ、こっち。なんで夏に飲んでなんで夏に飲んでそうですね。だろうか。僕は結構こうこれを出し始めた時に柑橘系とかじゃないんですけど、結構酸とか甘をこう出させるようなこう出身、じゃあちょっと作ってくださいっていうふうにうちの製造の方に言ってですね、まああのまあ表現で言うとですね、ファンタみたいなちょっとお聞きしたいんですけども、今日は何を飲んでますか。私ですか。はい、スーパーフローズン。おお、いろんな香りといろんな味がしてて、本当になんか、うん、すごい深みがあるというか広がりがある味ですよね。料理の方紹介していただいてください。まあ、ホタルイカの、アヒージョではないです。オイル漬けになります。かっこよく言うとタラのクロスティーニっていうらしいです。これ木桶純米ですね。これいいな、なんで売れないんだろうな。2500円、高いからじゃないですかね。2500円、高いのか。米農家さんにお金払えなくなるよ。暴れ馬と呼ばれてます。あ、呼ばれてない誰が呼んでるのそんな、俺知らないところでこれは暴れ馬になってるの。もうちょっと優しくして。サラブレッド。そうです。よくおかんつけるの難しいですかとかって聞かれることはもう本当にしょっちゅうあるんですけど、難しくないと僕は思ってます。それはなぜか、平野言った通り、本当にね、開けて飲んでみて、どうしたら美味しいかなってイメージするのが楽しいので、多分こう正解がないんですよね。多分同じお酒飲ませても食べてるものが、こうやってリモート今やってますけど、食べてるものが全く違えば、いやー合わないよって言われることもあるんです。だからおかんの楽しいところは、まあ飲み頃をどこまで引っ張ってこれるかなっていうところですよね。っていうことを言いたかったんです。はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。